赤坂コーチングの西村です。本日はこれまでに一番勉強したことです。こちら菅谷さんの YouTube の実践アカデミーのお題52日目です。私が一番勉強したことは時間数からすると歴史です。大学で西洋史学んでたし、高校でたくさん歴史ずいぶん勉強しましたよ。2番目は電話応対ですね、カスタマーサービスで。3番目が会計ですね。ってことで、意外や意外、私会計でだいぶ簿記1級とかの資格持ってるのに1番の勉強したことじゃないという。でも歴史何に仕事に使うかっていうと大して使えないっていう気しますね、っていうお話でした。